女子の選手は男子の選手よりも感情的になりやすいですまた普段の練習では男子の選手よりもシリアスに練習に取り組むのも女子の選手の特徴です逆に男子は練習の時浮き沈みが大きいのも特徴ですこれによって男子はプレーの丁寧さに影響が出やすいです少し前にセリーナ・ウィリアムズに昔と今のテニスの違いを質問したら今のテニスの手法が出て話します 私たちは将来可能性のあるジュニア選手を育てているのでこの先の未来のテニスについて先回りして理解しておく必要がありますそのためにはまずは現代の女子テニスを知るべきですレベルにかかわらずトレンドは重要ですもちろんレベルは違いますがトッププロがどういったプレーをしているのかを知らなければ今の自分の方向性は分かりませんプロと自分たちは遠い存在であるかもしれませんが 目指していくべき形を理解しているか理解していないかで大きく正ます女子の選手はとても力強くボールを打つリスクの高いテニスをします。男子は脚力があるのでポイントは長くなります。また男子に比べるとサーブが強くないのでリターンゲームは1球目から攻撃しようとしてブレイクする機会が多くあります。彼女たちは1球目からポイントのコントロールを取ろうとします。女子のテニスはとってもアグレッシブでリズムが速く ボールの角度をよく変えますこの面でも男子テニスと違います男子のパターンはほとんどが相手のバックハンドを狙います女子の選手は力強く打ち打点を速くして角度を変えてアングルを使い手短にポイントを取ろうとしますそのため女子のテニスはリスクがとても高いのですが一般的には男子の方が攻撃的であると思われていることも世界のトッププロの展開を見ていると気づく特徴の一つです en mucho